はい、6月になりましたね。6月1日の朝5時2分の相場解説になります。月が変わりましたけども、今回はねちょっと変則的にですね、週足を見て日足を見て4時間1時間ということで今までの流れをおさらいしたいと思います。明日はね月足も見ていきますけども、今日は週足からのご観覧でお願いします。それでは画面を切り替えます。こちらです。はい、この週足なんですけども、1週間が当然1本なんですね。でもちょっとね、侮らないでいただきたいのは、 FX の世界で7日間が1週間ではないってことなんですよ。5日間なんですよ。ですんで、すでに週の半ばに差し掛かってます。今までの相場解説でお話したのは、ここからぐーんと上がってきて陽線ばっかりだったですよね。で、ここで陰線のサンバガラスが出ました。通常サンバガラスはぐーっと下に行く勢いが ありますよってことなんで、陰線が続くはずなんですけども、私が目をつけたのはですね、ヒゲなんですよ。下ヒゲ、これが大きく出ていることを考えると、大きくっていうのは上ヒゲよりもかなり大きく出てるってことですよ。それを考えると、これ下に向かうエネルギーが止められ続けているってことなんですよ。そういった意味の陰線の下ヒゲロング、上ヒゲショートなんですよね。まあ、ですので下に行く勢いがどんどん止められてきてますから、これは反転して陽線が出るんではないかなっていうことで、今週の4本目を見てるんですけども、まさにそうなったでしょう。だからこれがまだね、この陰線が3本出てる段階で言えるかどうかなんですよ。わかるかどうかなんですよ。陽線が出だした時に言ったわけではないんですよね。だからこれが一歩先を見る力です。私にしてみると、今週どうなるのかっていう方向性を週が始まる時に提示できてるわけですから、ですんで当然1日4時間1時間という買い足についても判断が、もうね、こう言ったらあれですけど、勝ててない人とはね大きく違ってくるんですよね。はい、じゃあ1日足の方に軸を戻していきます。1日足なんですけども、ここで気をつけないといけないのは、ぐーっとブレイクした後ね、レンジをブレイクした後、レンジをブレイクした後、押し目を作って上昇してきて、エリオット波動ではないんですけども、エリオット波動みたいな動きをした後に、ここにヘッド&ショルダーではなくってヒゲのダブルトップを作ってるってことなんですよね。で、上が台形みたいになった後、こう跳ね返っていって、さあということなんです。ヘッド&ショルダーのようにここが尖った形なら、かなり高値圏での下落の勢いっていうのは強いことが考えられますけども、ヘッド&ショルダーにまだ至らずに単なるダブルトップだったんで、ダブルトップってのはヘッド&ショルダーよりも下落の力が弱いですから、まあこのネックラインで止まって妥当かなっていうところで、まさにここで反転してきてるわけですよね。で、これが確認できるっていうことです。で、もしかするとこのダブルトップを抜けて上昇の流れを作っていくかもしれないよねってことを、この時間軸では警戒しております。はい、じゃあ4時間を見ていきます。4時間にはどんな特徴が出てるでしょうか。先日までお話したのはフラクタル幾何学と言いましてね、三角形がだんだん小さくなっていく形で、最終的にはここでブレイクしてしまうってことなんですけども、ブレイクした時にこのレンジを抜けましたね。レジサボ転換ですよね。レンジに戻るかなと思ったら、レンジに戻らずにもうね、上の方へこの領域を作ってしまったわけなんですよ。で、おそらくですけども、包み足のあるここに目をつけてね、こっから横線を引っ張るような形になるんではなかろうかと思いますね。当然ここも抜けていく可能性大いにありますよ。ですので、これからは再び130円の方に向かっていくんではないかなと、全ての時間軸を加味すると私は判断できるわけなんですよ。なんせ下に行く勢いがどん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 三角形ちっちゃくなってますから、下に行く勢いはもうここでね、打ち止めになったというふうに私はこの4時間で確認します。じゃあ1時間を見ていきます。はい、1時間軸ですけども、こちら未だに使えるこのレンジの黄色い2つの線でございます。昨日はですね、下から突き破ってレンジに入るかもしれないから、このまんま倍の方で取れていけばなってことを言いました。そしてここ突き破ったんで、そのまんま、あ、すいません、そのまんまレンジの中に戻るシナリオが1個考えられるのと、いやいや、もう上の方に抜けていって別の新しい領域を作っていくんだよっていう風なシナリオが考えられるってことをお話しました。で、そうするとね、週足の方はもう陽線の方に向かっているし、で、下に向かうボラティリティは弱まっているしっていうのが今までの解説で確認できてるわけじゃないですか。そうなると、迷った時は今回の1時間軸は倍の方で考えていった方が確率が高いかなっていうふうに結論になるわけですよ。
ですので、もしエントリーするんだったら、倍でエントリーしますよね。で、一番良かったのは、ここを超えた瞬間にレジサポ転換っていうことでね、エントリーできれば良かったんですけども、この時間私寝ていましたんで、だから、後から確認することぐらいしかできません。ただやっぱりね、後から確認して、自分が一晩中起きていたらどんな判断するだろうっていうふうに考えながらこうやって振り返るの非常に大事ですからね。ね、非常に大事なんですよ。だからチャートを振り返って、あ、この時間に自分がもし起きていたらエントリーできていただろうか、ロスカットを食らっただろうか、これはね、よくよく考えていかなければなりません。はい。ということでこれからなんですけども、129円とか130円の方に向かうことを念頭に入れながら、エントリーをね、検討していきたいなと思っております。実際に、今日は、そうですね、今日はね、129円に行きそうになったら、もう一回動画作ろうと思いますけども、そこまでは、ふらふらと定まらないランダムウォークに入るんではなかろうかと思いますね。ですので、そこら辺はね、今日はエントリーを焦らずに、129円付近になったら、もう一回全体を見直すって形でやっていこうかと思います。はい。ということでですね、FX オリガルヒのもご覧いただきましてありがとうございました。今日の解説いかがだったですかね。すべての時間軸について一つずつ検証して、私のね考えてる頭の中身をお知らせしましたけども、こういうのを組み立てていくと、やっと1時間で取引ができるようになるわけなんですよ。だから1時間だけを見てエントリーっていうのはまあほぼ不可能ですね。できる方もいるのかもしれませんけど、まあやらないですね。テクニカルっていうのはそういうもんじゃなくて、マルチタイムフレーム分析といって、1時間を見るなら上位足から順番に見ていって、時にはね、30分とか15分とか5分みたいな買い足を見ていって、1時間を両側から確定していく、考えを詰めていくってことになります。そして今まで立てていた理論が、まあ全部合っているんだったらその延長でさらなる仮説を立ててもいいんですけども、今までの仮説が崩れ始めたんだったら、また改めてご破算にしてしばらく、静観してですね、もう一回一からテクニカルを見つけていくっていうことの方が私はよろしいかと思います。本日は以上です。お疲れ様でした。